どうも、レノファーを深掘り、吉永達也です。今回第2回ということで、選手たちが何気なく行っているプレー、これちょっと聞いてみてどういう思いだったのか、そういうあたりを深掘りしたいと思います。今回の選手はこちら、渡辺選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、新潟戦をちょっと振り返っていこうと思います。出しどころに困っているようなシーンも見えました。はい、チームとしての今ビルドアップの時の立ち位置っていうところはすごく今明確にはなってるんですけど、実際にその試合の状況によってちょっとずつ立ち位置って変わったりするんですね。で、この立ち位置になった方が相手は嫌だとか効果的だっていうところに、今どうしてもちょっとポジショニングできてなくて、あまりこう立ち位置にこだわらずに、どっちかっていうとこう気の使えるポジショニングっていうのをみんなでこう感じ取りながらやる方が今ものすごくハマっていくのかなと思っていて、まあ、それが前半ちょっとうまくできなかったっていう感じですね。いわゆる渡辺監督の言う切るパス、これが結構左サイドでよく見られました。はい、この辺についての何かポイントみたいなのありますか？まあ、普段から意識していることなんですけど、神戸時代によく言われてた、まあ、ドイツでよく言われるパッキングパスだったかなっていう名前があって、相手をこう置き去りにするパスの名前のことを言うんですけど、いかにその選手の数を超えてったパスを出せたかで効果的かどうかっていう数値が出るんですけど、まあ、そういったものを普段から意識をしているので、それがやっぱり僕が迷いながらパスをしたらやっぱ詰められるスピードも速いですし、なるべく見た選手にシンプルにつけたり、空いたスペースがあったら少しでも運んで味方に時間を作るようなポジショニングを取ってもらったりとかっていうのは普段から意識しています。運んでからのパス、はい、こういうのは思惑はどういったところ？これは僕が運ぶことでサイドハーフであったりボランチがキュッと絞るんですよ。で、縦を狙おうとするからサイドバックが入ってくるっていう意図があるんで、この運ぶっていう一手間によって相手のディフェンダーたちがこう中を絞るっていう、この作業を一手間させることでサイドであったり裏が入ってくるっていうのを僕は意図的にやってます。サイドバックの石川選手につけたパスもあれば、その内側の高井選手につけた切るパスもありましたよね。はい、はい、ポイントについてはいかがですか？まあ、一番はサイドバックに切るパスを出すのがまあセオリーではあると思うんですけど、だんだんこう相手も疲れてくると中央を絞れないので、サイドハーフの数まであったりっていうのが入ってくるんですね。そこを狙ってあげることで、その次の相手のサイドハーフの選手が中を絞るようになるんですね。そしたら今度そのヒロとサイドバックが空いてくるんで、一度中を見せるっていうのはものすごい大事な要素で、で外外って言ったら今度外に来るのかなって思って早めにサイドハーフが食いついたら今度中通せるじゃないですか。なんでそれのまあ駆け引きというかのは意識してます。利き足右足ですよね。はい、左のパス多いですよね。そうですね。ここは何か気をつけてることなんかありますか？左足で左のサイドバック味方のそのヒロトにボールを出すときに、右足だとどうしてもこう回転がアウト回転になってしまうので、ヒロトの右足にボールが行ってしまうんですよ。それだけで相手のディフェンダーってすぐスライドできてしまうんですよ。なんで僕はいつもなるべく左足にボールがあるときは左足で蹴ってあげることで、こう内巻きになるんで、ヒロトの左足にボールが行くようになるんですよ。そしたら自然に前に運べるんですよね。それを意識してパスしてるんで、まあ、右足でパスを出すときも左足にめがけては一応パスは出してるんですけど、なるべく左足でヒロトの左足っていうのは常に意識してます。さあ、それでは視聴者の皆さんにメッセージお願いします。まあ、試合の中でトライアンドエラーをものすごく続けながらいいものにしようと選手、あと監督、スタッフと一緒に話し合いながら何ができるかっていうのを本当に試行錯誤している段階です。まあ、まだまだ新しいチームですし、これからさらに良くなるように、で勝てるチームになるように僕たちも努力して改善していきたいと思うので、今後の僕たちの成長をこれから見届けてください。よろしくお願いします。さあ、いかがだったでしょうか？ね、パス1本でもそこまでこだわって気を使って出してるんですよね。絶対良くなります。さて、渡辺選手のその他のお話はですね、今週末金曜日深夜に放送されますレノファスクエアでお届けしますので、そちらもどうぞご覧ください。レノファ深掘り、次回をお楽しみ。最後に、渡辺選手のエネルギー源は何ですか？娘の笑顔です。はい。